久保さん。今回あの、ソフトバンクの決算発表にしましょうか。まあ、最近ハマってるんですけど、ずっと決算発表、講演とか聞いてるんですけど、勉強になりますね。<laughs> まあ昔こんなね、決算発表なんてね、まあ、まあ、YouTube がなかったらまあ見れなかっただろうし、YouTube があっても見てない人が多い、ね、決算発表なんかまあ、みんなね興味ないと思いますし、 ま、久保さんとかね、政治を見てますみたいな昔言ったりとかしてましたけど、なんかあの、やっぱ、何の情報、情報をどっから取る、取り、取るのかっていうのが、すげえ大事ですね。うーん。なんかあの、やっぱ、なんだろうな。 例えば、まあソ、ソフトバンクのソンマサイさんの講演、まあ、決算発表の話を聞いてると、一貫してその、どこに、この、目線を置いてんのか。まあ、一貫して、ま、2017年ぐらいから2017、2017,18,19、あと2000、もう全部ほとんど結構今見てるんですけど、なんかやっぱね、先を見る力というか、で、その、な、な、なぜその先を、 なぜそこを標的を選んでいるのかっていうのが明確的なんですね。自分の中で。でも周りからはそこは見えてないんだけど、孫さんの中では見えてると。うん。で、確か2020、あ、2021年か。2021年の決算発表3兆円の利益でかだったかな。はい。3兆の利益みたいなことを言ってたような気がするんですけど。3兆。<laughs> 本当に豆腐の1丁2丁でね、孫さんが言うんですけど、いや3丁なんかまだまだだとね、こんなんでまだ満足してないみたいなね、どこまで行くねみたいなね、100兆かみたいな、200兆かみたいなね。いやだからね、日本にすごい人がいるなーっていうのはすげえ、すごいですね。日本から世界をこの、ま、買収しまくってるわけなんですけど、ま、買収というか、 事業投資ですね。で、そこの投資先も、もう一貫してもう AI だっつってね、最近のやつはあれですけど、うん、だからその、これから伸びる、分野ですよね。だから AI に関してはこれから1000倍伸びると。で、インターネットの IT バブルの時も1000倍ぐらい伸びたと。で、今後、その、いろんなその市場の中で、どれが一番伸び幅があるのかと。 で伸び幅が一番あるのに全ベッドっていう、このね、全力全ベッドですね。もう一点集中。あの孫正義ですら一点集中みたいなね <laughs>。ねあの孫正義でも一点集中みたいな話で。でも一般人の、まあ、ノウハウコレクターの人たちは、なんだろうな。うん。そこまで行ってないけど一点集中できないっていうね。 そこまで、なんだろうな。やっぱ見る視点、あどこから情報を取るのかっていうのが大事かなと思いますね。まあ僕も偉そうに、なんかいろいろ話してますけど、まあどこを見てるのかって話ですね。で、まあ動画を始めたのも結局そのどこを見てるのかっていう。自分があの喋れるようになったら、うーん、まあ飯は食っていけるだろうなと。この先も、 人々を動かす。人々の心をつかむ。そのためには、トークができた方がいいと。喋れた方が絶対いいだろうなと。っていうところを見てたんですよね。で、そこでずっとやってきましたけど、今僕が売り上げ作れる理由は、間違いなくトークですよね。喋れるから。もう、ほぼ100%と言っていいほど、動画を見て僕の商品買うので。じゃあ動画で何言ってるのかっていうと、ただ喋ってるだけなんですよね。 で、その喋ってることも、うーん、やろな。まあもちろんテクニカル的な部分で、稼げるっていうところを匂わすフレーズを使う部分はあるんだけども、ほぼ8割9割そこじゃないんですよ。で、ほぼ8割9割はそこじゃなくて、売ってってるっていう。だから昔までは、セールスレターガリガリ書いてた時はな、いくら稼げますみたいなね、話だったわけですよ。<laughs> やっぱその、 トークっていうのはすごいなと思いますね。喋るっていう。だからその顔出しができませんとか喋れませんとかなんか言ってる人っていうのは、どこを見てるのかなっていう、思いますけどね。どこを見てるのかと。うん。自分で一人で、自分の責任で一人で生きていくっていう仮定した場合、まあ、それを仮定してないんでしょうけれども、仮定した場合、自分にどんな武器があれば、 その戦いに勝っていけるのか。それを考えた時に、本当に必要なものは何なのかっていう。本当にあった方がいいものは何なのかっていうのを、しっかり考えて見据えて、将来を見据えてやるっていうことですよね。まあ本当にね、まあ間違ってなかったなと僕は思いますね。まあ僕のその、当時のなぜ動画を始めたのかっていう。で、それは、まあ実際のデータもあったんですよね。 まあ僕は裏方で色々販売プロモーションやってたけれども結局その山口さんのプロモーションに関してももうユース TREAM ね YouTube ライブっていうのがなかった時 Facebook ライブもまだ出てなかった時ユース TREAM をめちゃめちゃ使ってねもう鬼のように使ってそのライブ映像ですよねでライブ映像でお客さんとこうやり取りして信頼関係を構築して売ってったっていうその経験ですよねであとはまああの動画を見て あのファンになったっていう、その人たちの裏方でメール対応してましたけど、だから、やっぱ喋れる動画、ライブ、これはすごいぞと思ってましたからね。でも自分は喋れなかったんで、とその時は。うん、だからまあ、一点張りで動画に集中してやりましたけど、うん。だからまあ、まとめると、自分の将来、この先、まあ、 ソフトバンクの孫正義さんとかは世界規模で経済の流れだったりとかこれからどこが市場が伸びるのかっていう話なんですけどまあ僕はそこじゃないですよだけど自分の中で自分が自分市場というかうんなんだろうなまあ絶対的に普遍であるものは何なのかそして自分にどんな武器があればそこで戦っていけるのかっていうのをやっぱ見据えて考えてでそれをじ遂行して実際に手に入れていくっていうのは 大事かなと思いますねどこを見てるんだということですよねうん。何をすべきなのか、何があったらいいのかっていうのを、やっぱり今一度考えるべきかなと思いますね。もちろん目先の、えー、お金も大事です。だけども、本当に80年まで生きるとするならば、一番自分を守ってくれる武器は何なのか。どういうものがあったら自分を、あの、 なんだうん、成長させてくれるのかというか、うん、まあ、飯食っていけんのかって話ですよね。うん、だこれがあれば飯食えるぞみたいな自分の中で出すっていうことが大事かなと思いますね。うん。だからもう裸の、僕は思ってるんですけど、裸の王様って思ってるんですけど、最終的にその自分の中の、 武器があれば、その外からの、うん、鎧だったりとか、剣とかがいなくい、い、い、なくても、自分の本当に手持ちのカード、自分の持ってるものだけで勝負できる。これが究極なんじゃないかな。身軽でいいですし。待って、考えてほしいんですけど、鎧をね、まとうのか、鎧の鉄の鎧をね、まとう。確かに、なんだろうな。 あの守れるかもしれないけど、重いんですよ。めちゃくちゃ、鉄で。でも、それが、裸でも、なんかめっちゃ鋼鉄の肌でね、まあちょっと想像できないかもしれない、アニメの世界ですけど、まあ、ドラゴンボールとかね、あの、ブルマがね、ブルマが悟空にね、最初ね、銃でね、打 <laughs> つわけですよ。そしたら悟空がいてみたいなね。 死なないみたいな。ブルマがびっくりしたよね。一番最初ブルマと悟空が出会った時ですよね。ブルマ、ジブルマが悟空にこう銃バーンやって、いてみたいな。すごないですかもうて鎧必要ないですよね。鎧ですよね。<laughs> 軽いし。まあそれはアニメの世界ですけど、まあまあまあ自分の手持ちのカードを強くしていくっていうのが本当に大事なんじゃないかなと思いますね。うん。まあ人それぞれその、 考え方だったりとか見てるところは違うと思うんですけど、うーん、ま、自分で考えてみてください <laughs>。僕は自分で考えたものをしっかりやっていきます、これからも。これは必要だと。うん、これは絶対的にあった方がいいぞと。それが自分が不得意であっても、嫌いであっても、これはあった方がいいと。それは命を懸けてでも、 やるべきかなとだって何のために生きてるのか何で給料稼いでるんですかそれ命をなんだ継続させるためじゃないですかまあ本当にシンプル極限にシンプルに言ったらですよなぜ稼ぐのかっていう飯,飯代稼ぐためですよねうんまあ自給自足したら別ですけど、まあ、一般的に生きていくんだったらあのコンビニでねパン買うとかコンビニでおにぎり買うその お金が必要じゃないですか。だからもう、急ぎ落としてシンプルに言うと、なんで給料稼ぐのかっていうと、生きていくためだと思うんですよね。じゃあ、生きていくために、うん、どのようにお金を稼いでいくのか、何のスキルがあればお金が稼げるのか、集ま、お金が集まるのか。ソフトバンクの孫正さんの話に戻すと、なんで孫さんにお金が集まるのか。もう間違いなくトークですね。トークです <laughs>。 完全なるトークですね。なぜお金が集まるのかっていう。これは僕の見解ですけどね。うん。まあ、あとは、やっぱりその結果をしっかり出していってる。うん。で、ブレてない。ブレ、ブレないっていうね。だから、なんだっけな。2021年だったかな。なんか最後、超面白かったんですけど、最後、なんかその、最後の質問で、<laughs> 孫さんと去年、 こ,れにこ,のこの話題に対してなんあのノーコメントということを言ってたんですけども、まあ、あれから時間が経ってで、いろんな方のためにもそれをあのちょっと解説してくれないかみたいな質問があったんですよ。で、孫さんが最後言ったのがノーコメントです。それでは今回の決算発表終わりますみたいなね。徹してるなみたいな。言わんことは言わんみたいなね。 <laughs> あれちょっとね、面白かったですね。<laughs> なんかその質問の方が結構その煽ってるというかね、いやいや、孫さん、これはもうみんなのために言った方がいいんじゃないかみたいな質問をするわけですよ。で、孫さんが、ノーコメントです。それでは決算発表終わりますみたいなね。あれは面白かったっすよね。徹してるな、みたいな。言うところはしっかり自分の中でね、自分の中でこれはいい言ってもいい。これは言うべきだっていうことはしっかりがっつり言ってね。 これは今は言うべきではないっていうものはもう絶対言わないみたいなね。絶対言わないみたいな。あれはね、ちょっと痺れましたね、僕。それで、ノーコメントです。ノーコメントです。みたいな。決算発表あります。みたいなね。面白かったですね。うん、最終終、終わりそれみたいな。終わりノーコメントか、みたいなね。 いや、あれ、普通の人だったらね、あの質問、まあちょっと決算、その、僕が見たやつを見ないとわかんないですけど、あの質、結構質問がね、結構ね、心に響,響かせるような、周りを同調させるような質問の仕方だったんですよ、その記者のなんか人が。あれをね、バッサリノーコメントですっていうね <laughs>。今まで全部ブワー喋ってたのにですよ、今までずっとブワー喋ってたのに、パンみたいなね。痺れましたね、あれは。ちょっと <laughs>。 してるなと思います、ね、だからソフトバンクはね、おそらくなんですけど、まあ、孫さんが生きてれば、僕、10兆円とかの利益上げると思いますけどね。うん。まあ、やっぱ見てる方向が、やっぱなんか、なんか、経済アナリストとかは、そのなんか、一貫性しか見てないですよね、やっぱ。もちろんそこを見ることはて大事だし、否定してるわけじゃないんだけども、やっぱ見ている人と場所が違う。そもそも論として。だから、 10年後、20年後、30年後を見たときに、多分まあ確実にソフトバンクはめちゃめちゃでかくなるだろうなと。まあ、孫さんが死ななければですよ。うん。やっぱ強えなと思いますね、ここは。見てる視点が全く違うもん。うん。だそれはね、やっぱその、短編的じゃなくて、その、昔からの講演ですよね。孫さんの2011年ぐらいからの、今2011年じゃないですか。で、2 0年。 2000何年だまあ相当昔ですよね。5年前とか6年前とか10年前とかも YouTube であるんですけど、そこから見ていくとすごいですよ。うん、なんかほとんど一貫してるので、まあ多少のその誤差はありますけどもちろん時代が変わるので、ただ見てるところ、本質的な見てるところは変わってないというか、かここがすごいなって思いますね。だからその年の、 なんだ、決算発表だけ見たらあれなんですけど、歴史上のすべて、今までどういうところを見て見てきたのかっていうのは、もう見れるわけですよ。これはね、めちゃくちゃ勉強になりますよね。うレん、ぶれてないですね、本当に。うん。はい。まあ、これもね、暇だから見れるんですけどね。<laughs> ありがたいですね。いや、ありがてえな、これ、ね、サラリーマンの人だから絶対決算発表とか忙しくて見ようとしないですよね。 うん、ありがたいな、はい。ということで終わりたいと思います。いってらっしゃい。